どうも皆さん、ドクター歯科衛生死 A2E のあかねです。DHYouTube で国試対策。本日の内容は、衛生学、公衆衛生学、その後ということで、はい、シリーズ5つ目出ちゃいました。早くもですね、はい。まあ、衛生学、公衆衛生学ね、苦手な人絶対いると思うなと。ただですね、それでも出題数が多いので、ひたすら私はこのシリーズ更新し続けていきますので、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。 で、今日はですね、主に衛生学の中でも、まあ皆さん絶対苦手な人多いと思うし、すでにもうね、拒否、拒否反応出ちゃってやってません、捨ててますみたいな人が多いであろうですね、介護保険制度。ここをもう徹底的に詰めていきたいと思います。介護保険に関わってくる施設。そして、まあ、介護にかなり関わってくるね、地域包括支援センター。もう介護、介護、介護でいきます、今回は。ぜひ苦手をね、克服して、一点でも多くこの範囲取りましょう。なぜなら、出題数が多いから。 では早速、これ練習問題ですね。過去問ではなくですね、ちょっと模擬試験から参考にして使わせてもらってます。いきます。まあ、必ず問題解くときはね、動画止めて、自分で解いてみて、自分で考えてみてから動画見るようにしましょう。まずこの問題は、まあ、それぞれですね、河川で正しいのはどれかというので、河、ま、川、あのね、書いてあることが正しいかどうかを判別するような問題です。まあ、介護保険制度についてが全然わかってないと、全くもう手も足も出ないような問題ですね。 介護保保保保険険険険法に基づいててて運運運用され者者者は市町村及び特別区っっ誰誰営第1号被保険者って何だっけ第1号被保険者は第1号と第2号に分けられるけどそれぞれ年齢の区分ってどうだったっけってとこですよね75歳以上のもの第2号被保険者は 40, 40歳以上75歳未満また一般低所得者における介護給付の一部負担は3割である どうでしょうか、まあ、まずですね、まあ、介護保険制度ときたらこれは絶対覚えようねっていうのがまずこれらです。まあ、これらがもう頭に入ってれば少なくとも今の問題は十分戦えるんじゃないかなと思います。介護保険制度ね。まず、保険者、まあ、運営者となるのは市町村ないしは特別区です。いろいろね、なんか都とか県とか国とかいろいろあるかもしれませんけれども、保険者。 介護保険の保険者でこの運営者は市町村ないしは特別区というのがですね主に責任を持ってやってくれていますそして非保険者つまり保険を受ける人ですよね加入者ということになりますけれども保険を受ける人たちは第1号者と第2号保険者で1と2にねこう分けられるんですよねで介護保険ってそもそも40歳以上からなんですよなので大体40歳になるとこのお給料のね皆さんまだあんまり お仕事されている方少ないと思うんですけれどもこの給料明細きますと40歳を過ぎるとですね給料からこの介護保険っていうのでそう転引されていくんですよ給料からね介護系のところ転引されていくんですただ私はまだね40歳になってないので転引された経験がありませんけれども40歳になると転引されていくものなんだよということなんですね ですから、まあ、40歳からなんですけど、この第1号と第2号にね、非保険者は区分される、分けられるんです。で、それはですね、年齢で分けられるわけです。で、どんなのかというと、これこのまま書いてあって、第1号っていうのは65歳以上なんですよ。で、第2号が40から65歳未満なんですね。ですから、イメージとすると、もう老いたものから、高齢者から前に並べていくようなイメージです。だから第1号非保険者と来たら、60歳以上。そして、第2号、次、後ろに並ばせるのは、 40歳から65歳未満と。若めは後ろ。置いたものから順番に並べていくんだよというところで、これね、結構、どっちはどっいかなって、こう、こんがらがってね、いつも忘れちゃう、いつも間違えちゃう人たくさんいると思うんですけど、絶対も置いたものから並べる。そっちの人の方が多いはずだから、65歳以上の人が当然多いですよね。 か、あの、割合としてはね、もちろん40歳から65歳未満の方でも、介護を必要とする方いらっしゃいますけれども、基本はやっぱり65歳以上の人の方が、割合としては圧倒的に多いはずなので、多い人から並べていくよというのがイメージです。あで、次にじゃあ、介護サービスはね、どうやって受けられるかというと、やっぱり審査をね、受けないといけません。誰かで構わず、あ私ちょっと介護受けたいですって言って、はい、どうぞって受けられるわけじゃないんですね。本当に介護が必要かどうかというのをですね、えー、ちゃんと、 審査を受ける必要があります。で、そういった審査等をすべて行うのはですね、市町村です。ですから、介護を受けたいという、介護を受けたい希望者をですね、市町村の窓口に行って、介護のこの申請を出すんですよ。私これこれこういう状態だから、介護申請、介護を受けたいです。申請出しますって言って、市町村の窓口に提出するんですよ。これまず市町村の窓口だよということを絶対覚えてください。県とか国とかそういうわけじゃなくて、これはもう市町村なんだということ。 そして、介護の審査もしっかりと1次審査、2次審査すべて通って、よし、あなたは介護が必要ですね、というふうになるんですけど、そのサービスの分け方はですね、要支援1、2、ないしは要介護1から5ということで、まあ、全部でこの7段階にですね、介護のサービス、まあ、介護の状態っていうのをですね、設定されるんですよ。あなたこれこれこういう状態。だから、あなたは介護3です。とかね、あなたはこういう状態。でもまだね、介護を受けなくても大丈夫。要支援の状態であなたは、みたいな感じで、 こう分けられるんですねググルーピングにつまりこの要支援ってことはまだね介護には至ってないんですよ要介護介護は絶対必要っていうわけじゃないんです。支援があればできる、まあ、つまりまだ予防の段階にいられる人なんですね。 だからあのメタボリックシンドロームのいわゆる予備軍みたいなイメージでいいと思うんですね。メタボになってる人はもうメタボだけど、メタボになりそう、その一歩,つ一歩手前とかね、もう少しでメタボになるかも、将来メタボになるかもみたいな人は全部予備軍に含まれますよね。だからメタボの予備軍と同じようにですね、このサービスについても、要支援、要介護になりそうな人と、 もう要介護になっている人っていうので、なりそうな人も含まれるんだよと。要支援というのも含まれる。つまり、介護の中には予防給付という、予防の概念も含まれるということを、ぜひですね、頭に焼き付けてもらいたいと思います。じゃあ、さっきの問題にですね、戻ります。じゃあ、どうでしょうか。で、これはね、もうさっき見ました。覚えました。ってことなんで、いきますね。まず、保険者は、1、市町村及び特別区。これ良さそうですよね。で、次、第1号被保険者は75歳以上。どうだった これははい。65歳以上ですよね。介護保険はみんな40歳から始まるけれども、40から64歳の人は後ろに並べますから。置いたものから並べるので、65歳以上です。で、これ75じゃないんですよね。65なんです。前期高齢者から入れていきます。で、第2号被保険者は40歳以上、これがですね、そう、65歳未満なんですよね。75ではない。で、また、一般定職者における介護給付の一部負担は3割である。だ低所得者。 についてはですね、これは1割とかの負担になってくるので、ここ答えはね、1ということになります。え介護保険の保険者、運営者は市町村及び特別区であるということ、必ず覚えます。じゃあまた関連の問題に行きます。これも練習問題、模擬試験等の問題から、えー、参考にさせてもらっています。介護保険で正しいのはどれか一つ選べてあります。さあどうでしょうか。これはですね、はい。A の予防給付制度。さっきね、最後の方に出ました。 要支援っていう存在がある以上、予防の概念も含まれるんだから、予防給付もありそうですよね。で、B の保険者は都道府県である。はい。市町村をは特別区ですよね。で、C の非保険者は40歳以上の国民ですね。 40歳になってから給料でね点引きされてくるようになるんですよというところですそして D の保険受給者の自己負担はないないことはないですねやっぱり1割とかの負担は必要になってきますので保険受給者の自己負担はないないってことはないですですからこれの答えは A の予防給付制度があるということになります まあたい介護保険の話は、さっきのね、絶対この介護保険といえばここだよと、ここ覚えればいいですよっていうところで、あれ覚えればね、大体どの問題にも応用できる、戦えるんじゃないかなと思いますので、まずはそこですね、覚えてみましょう。それからさらにもう一歩行かないといけないのは、まあ介護予防、予防の概念もあるよという話をしましたが、じゃあどんな予防のサービスがね、あるかってところをちょっと頭に入れておきたいと思います。これ少し、 まあ前にね、決められた制定なので、まあ最近これから、この国家試験、出てくるかどうかはちょっと曖昧なんですけど、まあ予防のサービス、こういうのあるのっていうのは、必ずね、イメージしておいた方がいいです。例えば、まあ運動機の機能向上。だからトレーニングとか、腕がちょっと動かなくなりそうだから、腕動くような運動機のトレーニングできるように、そういうプログラム組みましょうね、とかね。そういったものもあるんですね。それから栄養改善。そういったものもある。で、航空機能の向上。これが入ってくるんですね。あと、閉じこもり予防、支援。閉じこもり。 かかかららお家から全然出てこないとかねずっと家にこもりっぱなしで活動量も減るしもう ADL 生活の質がねどん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 下がっちゃうような高齢者お年寄り 地域にいるかもしれません。えそういった人をこう地域にね出すような取り組みをする閉じこもりを予防しようよっていうようなことをしたりするのも立派な介護予防サービスに含まれているんですね。で認知症予防とか支援あとはうつ病予防とかえそういったものも入ってくると是非サービスには、ま、基本的に全部入りますよね。運動機能もそうだし栄養食の食事の方もそうだしそしてあとは心身ともにだからうつ病とか病気とか認知症とかそういったものも全部ね予防サービスの中に入ってるよってところを覚えてもらいたい。 で、これらの病気をどうやってね防ぐかどんな風にスクリーニングするかこれになりそうこの人うつ病になりそうとかあこの人なんか口腔機能が弱まってるかもっていうのをどうやって判定しますかっていうのがですねこれ基本チェックリストというのが存在しまして必ず聞いたことあると思います、まあ、アセスメントとかでねよく使われるんですけど基本チェックリストって長いリストがあるんですよ。 まあそのリストをね、全部覚える必要はないんですけども、介護要望のサービスで、その地域住民、その対象者が今どのくらいの状態にいるのかという確認することを、この基本チェックリストっていうのでやります。で、基本チェックリストの範囲では、絶対にですね、この13番、14番、15番、この3つの項目を覚えておかなくてはいけません。さっきに、さっきね、この航空機能の向上サービスがありまして、じゃあこれがね、 このサービスをこの人提供しないと、航空機能弱まってるかもみたいな疑いがある、スクリーニング引っかかるよ、引っかかったよっていうのをどうやって見るかというと、このチェックリストの中に、航空に関してはですね、3つ入ってるんですね。これがの13、14、15。この3つの項目を絶対に覚えておかなくてはいけません。まあ、半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか。で、これ、はい。まあ、0とか。いいえ。1のいいえ。はい、いいえで答えさせるんですね。で、14番。お茶屋ものでむせることがありますか。 口の乾きは気になりますかもうこの3つをね、絶対覚えておくんですで、はい、家で答えてもらって、この3つのうちの項目で、まあ2つ以上がですね、はいと引っかかってしまえば、あ、この人、航空機能低下してるかも、航空機能向上プログラム、やってもらわないとまずいよって言ってね、サービスの提供が始まってくるんですね。だこれをね、基本チェックリストだとこんな風に聞かれます。これは第22回の問題ですけど、介護予防事業で用いられる基本チェックリストの一部を示す。カッコに入るのはどれか、まんまですよね。 さっきの13、14、15が全部頭に入っていれば確実に答えられるような問題です。半年前にこれ、これはね、15番だから、これはですね、15番だから、口の何々が気になりますか乾きですね。これこのまま覚えておけばいいんです。基本チェックリストをお口に関わる3つの項目、13、14、15、これは全部呪文のように必ず覚えて、こんな風に出てきたらもう全部ラッキー。絶対落としちゃいけない。という問題ですから、ぜひ取れるようにしてもらいたいと思います。では次ですね。 えー、今度また介護保険の話になってきますが、今度施設です。介護保険で使える施設の話になってきます。え在宅での介護は困難である。で、介護保険でリハビリテーションを行う。リハビリですね。医療でもなく、通常の介護でもなく、リハビリを行う。だ最も適切な施設はどれかということなんですけど、はい、それぞれどうでしょうか介護医。介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、地域医療支援病院。聞いたことあるけど。 これ。なんか難しくてややこしくて嫌いっていう人がね、ものすごく多いと思います。で、まあ介護保険に関わる施設は、まず絶対に覚えておきたい施設は、この3つなんですね。ただ、これらは注意しておかないといけないのは、介護保険によって、介護保険で得られる、与えられるサービスを使うために利用できる施設なんです。どういう施設かというと、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホーム、まあ老人ホームですよね。 介護護老老人人福祉施設特別養護老人ホームですどっちで言われてもね、これイコールだと思ってもらいたいです。特別養護老人ホームと言われようが、介護老人福祉施設であろうと言われようが、どちらも、ね、同じ意味合いだということを、まずインプット覚えてください。で、介護老人福祉施設もホームですから、基本的には生活する場所ですよね。 その人が生活して何かこう新しくねトレーニング一生懸命トレーニングしてもう家で生活できるように自分で生活できるように頑張りますみたいな感じじゃなくてもうほのぼのとねその状況をもう維持しながら今その状況でできることをやりながら生きていこうよというそれがまあ老人ホームです一生懸命トレーニングするっていう感じではないんですよ生活するための場所みたいなのがもう老人ホーム特別用語老人ホームです で、介護老人保健施設ときますと、これがですね、トレーニング、リハビリする場所なんですね、基本的には。特別、これは介護老人、介護老人保健施設、いわゆる老犬とかって言われますけれども、これはもう、リハビリする場所なんです。頑張ってリハビリして、家に帰ろう、家に帰って、自分で生活できるようになろう、っていうこのを目的にしているのが、この介護老人保健施設なので、全くね、福祉施設、老人ホームとは、意味、目的が違います。で、次に、介護療養型医療施設というと、これはですね、 まあまり介護中心というよりかは医療なんです。医療施設だから。これ医療施設なんですよ、3つ目は。ってことで、まあ、この3つそれぞれですね、区別していきますとで、この3つそれぞれね、目的が違うんですけれども、根拠となる、設置している法律が違うんですよ。定められてる法律が違うんです。それぞれ介護保険で、介護保険を使ってその施設を利用することはできるんですけど、 それぞれの施設が定められている根拠法律は、決して介護保険ではないんですね。どういうことかというと、介護老人福祉といえば、福祉の概念でできているので、老人福祉法を根拠にして建てられているんです。ただ、この老人福祉法において、介護保険を使ってそこでサービスを受けることはできるんですね。介護老人福祉施設で提供されているサービスは、介護保険法によって使えるものなんですよ。 だから、決してですね、介護老人福祉施設が、介護保険法で定められているわけではないということを、まず整理しておく必要があります。で、介護老人保険施設はどうかというと、これはですね、介護保険法によって、ま、定められている、設置されている施設なんですよ。で、えー、介護療養型医療施設と言いますと、医療施設なので、医療施設ですから、医療法なんですね。基本的に医療施設、病院とか、 診療所とか、ああいう医療施設に関しては、医療法で定められていますので、この介護療養型医療施設もですね、医療法なんです。ただ、介護職員が充実している。たくさんの介護職員が手厚くね、存在していて、介護も受けられるけど、そういうメディカル、医療も受けられる。で、かつ医療施設であるということは、医療法に定められているということを、必ず整理しておきましょう。でじゃあ、さっきの問題に戻ります。在宅で介護困難、介護保険を使って、リハビリテーションを行う。 っていうので、はい。リハビリテーションを行うための施設ってどれですかって言われると、これはもう、一つしかない。はい。B なんですね。介護老人保健施設ですね。それぞれ、それぞれなんだろうと。介護医療院と言いますと、これはね、長期療養プラス生活。えちょっと介護老人福祉施設にも近いような存在です。ただ、これ自体は暗記しなくてもですね、ぜひこのリハビリテーションを行うもので、介護保険法を使えるんだよっていうので、介護老人保健施設をもうすぐ選んでもらいたいくらいです。 で、C と絶対違うよっていうのをね、区別したいんですね。介護老人福祉施設で入きました。いわゆる老人ホームですよね。ですからこれはもう生活のためだと。リハビリするための施設ではない。っていうことなんです。で、次に、地域医療支援病院ときますと、はいな。地域って言葉もあるんですけど、医療であり、医療を支援する、しかも病院なんですよね。ってことなんで、ちょっとリハビリを行うってよりかは、ちょっと医療要素が強いよねっていうのが D なんで、まあ、回答は、 介護老人保健施設であると。ぜひもう、介護老人保健施設とくれば、リハビリをするための、リハビリを主に行うための施設であるということを覚えておきましょう。で、次にですね、第29回の問題です。これはちょっと引っ掛けっぽいんですけど、設置が、設置が介護保健法に基づくのはどれか。って言われると、あれ、さっき出てきた施設多いですよね。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 介護療養型医療施設、まあ老人介護支援センターっていうのはね、あんまり聞いたこともないと思いますし、そんなにね、事前に丸暗記する必要はないんですけど、どうでしょうかこの ABC って、どれもさっきね、施設といえば、介護保険系の施設といえばこの3つだよということで、皆さん覚えてる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい。ただ、え、どれも介護保険なんじゃないのと思っちゃいますよね。ただ、設置が介護保険なのは、って聞いてるんですね。この ABC3 つとも、 介護保険をを使ってここの3つのつ施設を利用すす。ることはできますただしその施設自体が介護保険法に基づいて設置されているかどうかは別の話なんですねさっきも言いましたじゃあその上でねさっき話したんでどうでしょうかっていうとこれは、はい、A の介護老人福祉施設というともうご高齢の方がね老人ホームなのでイメージとするともう福祉の心 生活していくための、穏やかに生活するための施設ということで、老人福祉法なんですね。で、B の介護老人保健施設というと、はい、頑張ってリハビリしようねってとこですよね。で、介護療養型医療施設と来ると、はい、医療の施設なので、医療法なんですよね。で、最後のですね、D のえ老人介護支援センターというと、まあ、介護を支援する場所なので、これこれこういう状態でどんな介護を受けたらいいですかみたいな、ちょっと相談窓口的な存在のようですね。 これすなわち、老人福祉法で定められているんだよということで、まあ答えはですね、B の介護老人保健施設であるということです。まあそれぞれ ABC、ちょっとややこしいですけれども、介護保険を使ってこの施設を使うことはできるけれども、その施設自体は決して介護保険で設置されているわけじゃないんだよということを整理しておきます。じゃあ次ですね、地域包括支援センターの話です。地域包括支援センターの業務はどれですか はいどううでしょうか地域包括支援センターまとめられていえば、まあ、ここをねもう覚えちゃえば整理しておけばおそらく大丈夫だと思うんですけどまずは、まあ、介護保険でできているよということ介護保険法で、まあ、定められているセンターであるよということです。 まあ、地域ってありますんで、この一つ前のね、衛生公衆衛生丸四で地域保健法の話をやりました。でその中に地域保健法はどれかっていう問題が出た時にですね、結構選択肢に引っ掛けとして、この地域包括支援センター入ってくるんですよ。で、地域だから、あ、地域保健法って言うと地域がついているものだから、地域包括支援センターって選んじゃいたくなるんですけど、地域包括支援センターはですね、対象がもう介護者とか、介護が必要な方、 を対象とするので、まあ高、高齢の方をですね、対象としますので、これ、介護保険法が、まあ、根拠の法律なんですよ。決してね、地域保険法ではないと。地域とついてるけど、地域保険法じゃないんだよというのを必ず整理しておいてください。そして、まあ、責任の主体としては市町村です。やっぱり身近な存在でやるべきことになりますよね。地域包括支援センターですから。ですから、まあ、市町村が責任の主体を持っています。 で、主にこのセンターに駐在するのはどんな人かと言いますと、まあ、保健師、そして社会福祉士、そしてですね主任ケア、主任ケアマネージャーですね、主任介護支援専門員。まあ、この3職の方たちが、基本的には駐在してますよ、と、ことです。まず、まあ、この辺も大事ですよね。地域,か地域包括支援センターには、どの職種がいるか、どの職種が駐在しているかっていうのも、たまに問題で出てきますので、必ず迷いなく、保健師、社会福祉士、そして、ケアマネー。 主任ケアマネージャー。介護支援専門員と言われても分かるように、ケアマネージャーイコール介護支援専門員です。で、主にどんなことをしているかといいますと、まあ、一言で言うならば、まあ、地域でね、包括的に、こう包括っていうと、こう、囲い込むみたいなね、優しくこう、囲い込む、こう、管理しながら、管理してあげながら、見守ってあげながら、生活できるように支援しようよというのが、え、介護、え地域包括支援センターの役割なので、まあ、高齢の方に対してね、まあ、相談してあげるとか、当然それは、 介護してる、介護者ですよね。要介護者もそうだし、介護してる方たちの相談にも聞いてあげる存在なんですね。相談支援だったりとか、あとは虐待ですよね。結構これは問題でもよく出されます。虐待の早期発見防止。やっぱり介護者に対して、 人を介護するってかなりね、ストレス溜まることが多いみたいなので、特に相手が認知症を持ってたりとか、高齢の方に対してだと、ちょっとイラッとしちゃう方もね、多いみたいでして、まあそこで起きる虐待とか、そういったものを早期発見、そして防止することが目的なんですね。あとはケアマネジメント、そして、まあ介護予防ケアマネジメントということで、まあ二つのね、ケアマネジメントを持ってます。予防に関してのケアマネジメントももちろんするし、今現在必要な介護に関してのマネジメントもするし、ということで、えー、この四つの、まず業務、 整理しておきます。じゃあ、このさっきの問題ですね。地位共活支援センターの業務はどれかと言いますと、さあ、どうでしょうか。これは、はい、A と D が答えですね。高齢者の権利擁護。まあ、すなわちさっきの虐待の早期発見とか、防止とか、そういったものは、すなわち、まあ、高齢者の方の権利を守ろうよということにつながっていくわけですね。そして D の、まあ、介護予防マネジメント。これまさしくあります。で、介護予防じゃなくて、普通のケアマネジメントについても当然します。なぜなら、そこには、このか、 地域包括支援センターーーににはですね常に駐在していいるるだろう主任ケアマネージャーがいるんですこのケアマネージャーは、えー、介護のケアプランを作成することが主な仕事ですからこのケアマネージャーがケアプランを行いますので、まあ、プラン通りりですねつまりそれはマネジメントしてあげるんだと予防に関してその対象者の必要な予防とか必要ない介護予防についてマネジメントしてくれてるということが非常にいいところとか役割なんですね。 で、地域包括支援センターに関連して、一つ同じような言葉がありまして、この問題、まあ。高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が営めるように、医療、介護、予防、住まい、及び生活支援サービスを切れ間なく提供することを目的と仕組みはどれかというので、これはですね、D の地域包括ケアシステム、さっきの地域包括ケア、 センターの、センターがシステムに変わった、置き換わった言葉なんですね。よく似てますよね。地域包括ケアシステム。で、このシステムって一体どういうことかというと、まさしくこれはもう、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が営めるようにしてあげるということ。それはそうですよ。誰でも自分が住んでる、自分が好きだと思っている街、自分が育った街で生活していって、最後までそこで一生を遂げたいと思いますよね。病院でずっとこう入院している状態で、病院でね、 寝っ転がったままベッドの上でで生活してて終わるなんて嫌ですよねだ地域でこう自分で住めるようにしてあげることを支えようサポートしよう支援しようよというのがこの地域包括ケアシステムの役割なんですね。じゃあそれはどういうことかというと。 ってことで、この5つをですね、絶対覚えておきます。もうさっき選択肢にね、さっきは問題文にそのまま載せてくれてましたけど、あの別の問題の言い方だと、地域包括ケアシステムの目的として含まれるのはどれかみたいな感じで、この5つを自分で構成するような問題とかも出てくるので、ぜひこの5つ頭に入れておきたいと思います。当然、医療ですよね。そして、介護。予防。そして、住む家。そして、周りの生活支援、福祉サービス。サービスということで。 この5つ地域包括ケアシステムといえばこの5つそして地域包括ケアシステムというと高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が営めるようにしてあげるシステムなんだよというところこれを必ず地域包括ケアシステム覚えておきましょうでは最後の問題ですね第27回の問題歯科衛生時が行う居託療養管理指導で正しいのはどれこと出ました居託療養管理指導 まあこの辺ももう、これはもう介護保険のね、一つですけれども、まず A の医療保険で実施する。B、居宅サービス計画に基づいて実施する。C、通院可能な患者にも利用することができる。D、接触演技機能に関する実施指導を行うことができる。居宅療養管理指導って何ぞっていうところからですね、見ていきたいと思います。え、居宅療養管理っていうのは当然ね、お家にいる人、歯科医院に自らで来られなかった方、自らではその医院にね、 受診することができなくなってしまった方のお家に医療者側が自ら行って指導をするとか管理して差し上げることが居宅療養管理指導ですよね出向くってことですよでそれはすなわちですね DH が行う指導についてはこれ介護保険で算定するんですね基本的に一般歯科診療所で患者さんが来てはいじゃあ今日も歯石取りますねとか、えー、こんな風にお口の状態見ますねとかって検査したりとか何かしらの治療をするのって全て 医療保険ですよね医療保険で算定するんですけどこの自らお家に行って居宅療養管理指導を行うということはあれはですね介護保険の一つなんですね介護保険のものになりますですからあの請求の仕方としても医療保険として請求するのではなくて介護保険の中の一つとして請求することになるんです司会、えー、衛生士が行う指導は居宅サービス計画課に基づいている当然ですよね逸脱した <laughs> ことをやってしまっては全く話になりませんので必ず全てのケアプランの中の一環として行っていきますからケアプラン許宅サービスの,あの計画にですね従って行うんだよということあとは、まあ、通院不可能な患者さんが対象です自ら自分で歯科医院に来られるのになんか行くのめんどくさいから来てよみたいな。 いいうことはないです自分で行かれなくなった人。つまりそれは、まあ、介護が必要な人になってきますよね。要介護な人になってきます。なぜなら、この居宅療養管理指導は、介護保険の中の一つなので、要介護の人ということは、ま、あ行かれない人が多いですよね。自分で行かれなくなりますので、こちらから出向くということで。自分で来られる人たちは、介護保険対象の人ではありませんので、はい、使うことはできません。 それから、航空清掃指導、接触研究機能に関する指導を行うことができます。はい。そして、この居宅療養管理指導は、歯科衛生士以外にですね、医師、歯科医師、薬剤師、そして管理栄養士も、この居宅療養管理指導を行うことができます。ここまでね、これを全部もう、居宅療養管理指導といえば、こういうことだっていうのを、パッと整理してしまえば、OK だと思いますよ。じゃあ、問題に戻ります。 どうでしょうか司会生者が行う居宅療養管理指導。正しいのはどれかはい、答えはですね、B と D ですね。この A の医療保険で実施する。じゃなくて、介護保険ですね。居宅療養管理指導は、介護保険の中の一つであるということ。そして C の通院可能な患者にも利用することができません。要介護の人が対象になりますので、介護を使ってる人だから。自分で来られるってことは、絶対要介護じゃないでしょ、あなた。ってことで、居宅療養管理指導は使えません。自分で来られない人のところに向かって、指導。 管理してあげるということですから、c も間違ってる。で b と d が正解ということになります。どうでしたか？まあ、介護の内容ってね。少しやっぱイメージしづらいですよね。私もね。結構あの学生時代の時、皆さんと同じように介護むすっていうかね。頭入ってこないわっておなったと思います。ただ今の段階で入れてしまえば出てくるところはだいたい。決まっているし、全然違うところができたらそれは。 難しい問題に分類されて別に取れなくても大丈夫っていう問題になるので取れるとこ是非取ってもらいたいと思います少なくともこの動画の中のもの全て取れる問題だと思いますのでコンプリートして取ってくださいそれでは今日はこの辺でまたお会いしましょう